ありがとうございます。今日はコラボです。この方に来ていただきました。よ、武田バーベキューさん。ナイスバーベ、武田バーベキューです。うわ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。前ね僕のチャンネルに出ていただきまして、はい、はい、そこではあのおー美味しい美味しいね、美味しいミネストローネと、はい、ハンバーガーを食べさせていただきまして、はい、ただねあのその時にあの改善点というかこうしたらもっとうめえんじゃねえのかっていうのをちょっとあの思い浮かべましたんで、今日はそれを このチャンネルで一緒にやらせていただこうかなと。そうなんです。なんと、はい、リファのカナダの時にホームステイで食べたあまり美味しくなかったハンバーグとあまり美味しくなかったミネストローネ、はい、を武田さんがアレンジしてくれるということで、そうなんです。すごい楽しみです、はい、リファちゃんが使ってたやつを僕も使いながらそこにアレンジで足していくというやり方でいいですか。はい、ぜひお願いします。はい、これあのミネストローネなんかも作られてますので、そうまま、そうだ、僕はもうねこれの正解知ってるんですよ。正解を知っている、はい、これ正解してます。まず火をつけるでしょ。はい、これさっきは、はい、あの塩と黒胡椒で味付けしてたじゃないですか。のみです。やっぱねもうここすごいですよね、うん、コンソメ入れましょう、はい、やっぱりこれだ、はい、コンソメを一つ入れます。でこれ1個入れて、はい、まあ、これ溶かすでしょう、うんうんうん、でもねせっかくこの豆入っててトマトも入ってたら、はい、ちょっとチリビーンズの感じ、はい、もうちょっと足したいなということで、この十文字のお力をお借りしまして、はい、この生の唐辛子、これをちょっとね僕トッピングしたいなと思って。綺麗、めっちゃ綺麗し可愛いですよね。十文字のそう唐辛子。ちなみに辛いのはどうですか。辛いのは最近ちょっと食べれるようになってきた。じゃあ一個だけにしましょう、はい、え味見しなくて大丈夫ですか。そのものの辛さがどれぐらいのものかって一緒にします。あ一緒に、じゃあぜひちょっとじゃあかじってみます。はい、かじってみます。怖い。まあまあうわやばいやばい、あ辛っこれ辛っ、すぐ辛い一個でいいですね。これ生ってこんな辛いんや。噛んだら辛いから、うん、これごと1個入れる。あーなるほどなるほど、これごとちょっと1個入れて、はいはいはい、かわいいしこれだけちょっと入れて、うんうん、辛さを、はい、ほらこれなんかね、うん、かわいい、嘘みたいにかわいいなんか絵に描いたようななんかおもちゃ入っちゃってるみたいな、おもちゃみたいほんまに。これでコンソメが溶けたら、はい、多分さっきよりかはちょっと旨味も増して、うん、このコンソメの風味が、確かに、であとこのチリ感がプラスされると思うんで、はい、これはもう完成ですよ。イエーイ、はい、もうできちゃった。もうできちゃいました。さあでは、はい、こちらちょっとこの鉄板を用意しましてですね、さっきやってたように、はい、バンズからいきましょう。はい、何で焼いてました。バンズはバターで焼きました。さっきバターっすよね、はい、実は武田もバターで焼くんすよ。おお、はい、ちょっとね武田流1個やっていいですか。 お願いします。ちょっとリファちゃんの蜂蜜お借りしてもいいですか。蜂蜜、武田は蜂蜜を入れるんです。ここにこれバターと蜂蜜なの。ハニーバター、そう、え美味しそう。これでこうこれ焼きながらで、いいですか、この これもパテ、パテ 100% ビーフパテでしょ。これもね、すごいアメリカンのやつを選んで持ってきました。これも焼いていくんですが、はい、うんうん、完全にもう SB の味付け塩コショウです。よく見るやつだ、はい、これなんですよ結構しっかりめに、ちょっと辛いぐらいかけんのよ、はいはいはい、辛さとこの甘さ。あでこれ焼いてる間に、はい、ちょっといろいろ野菜、やっぱね何足らんって、うん、野菜なのよやっぱ挟まなきゃダメか。マジでパンとパンでほんまにあの肉だけ挟まれてるって久々に見たからレタスはねいるでしょう、トマトいるでしょう で、ね、まあ、これはやっぱちょ、まあね、女性大好き、あアボカドだ。アボカドもこの3色これいきましょう、はい、でちょっとこれをひっくり返してみようかな。丁寧、あいいね、ひっくり返し方が丁寧、はい、これもやっぱちょっと辛く、両面ね、両面しっかりと、はい、ちょっと辛いぐらいに、おー、ここ、うわー分厚い、もう分厚く、分厚
もう行こう、ここ行こう。アボカドも。アボカド。アボカド。やっぱ4文字はそうなっちゃうんですよね。4文字は。そしてですよ。はい。あともう一個足りないなと思ったやつがあって。まだ入れるんですか。やっぱね。はい。チェダーなの。あー、チーズ。チェダーなんですよ。チェダー。やっぱこれ乗ってる乗ってないとで。確かに。全然見た目変わってくんのよな。うんうんうん。へー。これね。なんかコクが。そう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 。チェダーって。コクがプラスされる。はい。そしてちょっと失礼しますね。ほらもうちょっとこのね、この感じ、この感じ、なんでこんな全体が、これで今溶かしてますチーズを。はい。でここにまずはレタスいこう。レタス。レタス。でこれもちょっとこう折ってあげる。折るんだ。そう。サイズに合わせるんです、ね。サイズに合わせるし、最初に今はね四つ折りが基本なのよ。ハンバーガーなんかちぎって重ねるんじゃないんですね。じゃなく四つちゃんと綺麗に四つにおんねんって。おるんだ。うん。これちょっとこれでちょっとこれいこう。おーでちょっとこいつ多分溶けてます。はい。あ今ちょっと私の高崎に響き渡りました。響いたよね。十文字やから許されてんねん。十文字はもうどんだけ騒いでも許されるんで。でこの溶けた、うわーやばい、こんなに溶けるんだ。そうそうそう、これいってアボカド、アボカド乗っけて、よいしょ。でちょっとこれもピクルス、ピコース、ピコもうわーちりばめて、はい、完璧だな。で、あとはこのケチャップさん、いきましょう。ここは一緒です、ね、この辺はね、一緒です。私と一緒です、はい、うわ、美味しそう。なんかさ、横から見て美味しそうなのが違うよ ね、さっきと。で、最後これを。いや、だって横なかったよ。で、これ置いて、で、どうですか、これで。はい、武田アレンジのダーシーバーガー完成です。イエーイ、ダーシーよかった。ダーシーよかった。それではこちらが武田バーベキューさんが作ってくれたミネストローネ&ハンバーガーのバージョンアップバージョン。バージョンアップバージョンよ。だいぶ豪華になったよ。いやだいぶ、いやこれはね、でもあれはもう伸びしろしかなかったんで。あのバーガーともう何にも入ってくるみたいな感じだったから、はい、でも何してもねよくになるんですけど、やっぱ味ですよ結局ね。そうですね、楽しみ。はい、じゃあかぶりついちゃおうかな、はい、いただきます。どうぞ。わ、いいね。おちゃんとトマトまでいってる。どう、うまい？めっちゃおいしい。あ、よかった。最初バターでやってたやつに僕はちょっと蜂蜜を入れたりしたんですけども、その辺はどうですか。めちゃめちゃ効いてますね。あ、よかった。なんか甘みがほんのり、そうそう、ほんのり甘みとね、ほんのりなんかふわって香る感じで、あと結構大量にかけたあの味塩コショウはどうですか。めちゃめちゃ効いてます。結構しょっぱいかなと思ったけど、うん、ちょうどいい濃い味ぐらいがいいですね。うん、そう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 、うん、うん、いいね。食べっぷりもいいですね。めちゃめちゃ美味しい。これですよ、トマトもね、なんか厚切りにするのが良くて、うん、これ以上薄かったら逆にトマトの存在なくなっちゃうからちょうどいいですね。もう野菜も肉も炭水化物もあっても完全食ですよこれは。色味がもう完璧じゃないですか、うん、断面が美しい。こういうのをちょっと入れながら色味も良くして、こう食欲そそる感じにするというね。素晴らしい、はい、じゃあ今度ミネストローネ、これですよ、はい、いただきます。はい、どう、美味しい。美味しい。でも辛くないです。あ、辛みはない。辛みはやっぱちょっと刻むかなんかした方が良かったんかもね。グツグツ煮込むとかかな。あ、でも美味しいです。やっぱコンソメ入れると全然違う。やっぱね、奥行きっていうか、うん、いや確かにね、味の深さが全然違う、うん、だから今
カナダに留学しようとしてる人も見てると思いますよ。確かに、みんな絶対にコンソメだけは持ってきな持ってきなコンソメだけは持ってきな、そして教えてあげな、教えてあげな、ホストファミリーたちに喜ぶからよ。一工夫一工夫、あとちょっと、あと一歩一手間一手間。いやでもこれね、本当に美味しい。でもレシピとしては本当に塩入れてコンソメ入れて黒胡椒入れただけなんで、うん、誰でも簡単にできるんで。ありがとうございます、うん、いやいやいや、今後これぐらいで。素晴らしいアレンジレシピ、すいません。他にもなんか教えてほしい、こんなキャンプ料理とかあれば、もう全然もう教えしますんで。いや、そんないいんですか。もちろんですよ。武田さんといえばやっぱり、はい、あ、出た、堀西堀西ですよね。やっぱ武田といえばみたいになってるんですね。武田といえばですよ、はい、堀西レシピをじゃあちょっといいですか、教えさせてください。ぜひ教えてください。逆に、はい、今回武田バーベキューさんにお越しいただきました。ありがとうございました。また次も出演していただきます。今度はこの堀西の、はい、レシピを教えてもらいますので、ぜひその次のやつも見てください。はい、ということで皆さん、いいねボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくね。よろしくね。イエーイ。